ケジュールの確認をしておきたいと思います。はい、はい、ということでご覧のスケジュールですが、フォールガイズのスケジュールが追加されております。はい、まあメディアツアー始まりました。始まりましたね。しばらく海外に行ってまいります。そうですね、来週からは海外ですね。はい、まあ、戻ってきたら、はい、メディアの皆さんの記事が6月上旬頃ですね。上旬頃ですね、はい、多分出て、でおさらいの PLL をやって、はい、パッチのオートロード会があって、はい、48時間メンテナンスがあってアーリーアクセス開始と。すぐです。すぐだね。すぐ。はい、さあさあ、まあ開発運営、宣伝チームはですね、このレガシーリリースに向けて、まあ、もう開発は本当に最後の最後の追い込みというところをやってまいりますし、全世界のマーケ PR チームは、一人でも多くの方に遊んでいただくために情報出し頑張りますし、コミュニティチームはね、皆さんの日々のね、はい、楽しいゲームプレイを支えるためにまた大増員でいろいろね頑張っていきますんで、チームサポートも含めてやっていきますんで、よろしくお願いします。ああそうそう、あれですよ、予約、はい、予約しないとアーリーアクセス券つきませんので、予約されてない方はぜひ、うん、まあ明日でいいやって言ってね寝てるとあっという間ですよ。お気をつけください。今です、今 Now ですね、Now。 さあさあ、じゃあよろしいですか。まあ、はい、まあ一個ね嬉しい、なんか吉田俺勉強してるから必ず救いに行くからなっていうコメントがあったりですね、もういい寝ろっていう人もいたりね48時間耐久労働会かなって言って寝ろって言ったり、その48時間労働しろってどっちなんだよみたいなまあまあ、皆さん眠たいだろうし、スタッフもねもうそろそろ本当に就寝時間なんで、まあ僕はね普段ね3時4時ぐらいなんで寝るのまだあれですけど、もういい加減ね明日も早いんで皆さんに寝ろって言っていただいてるんで、片付けて、ゆっくり休もうかと思いますんで、ぜひぜひですね 7.0、黄金のレガシー楽しみにお待ちいただけたらと思います。